岩の隙間に塩を吹きかけると体長15センチほどのタコが現れました。ヒャーダコ鳥はかつてはかまどの灰を使っていた五島伝統のタコ漁で、秋の大潮の時期にしかできないユニークな漁です。この日は五島市大浜地区の海岸で地元の親子連れがヒャーダコ鳥を楽しみ、1時間で20匹ほどのタコを捕まえました。どうします？ここは煮付けにして食べたいと思います。捕まえたタコは塩茹でが一番おいしいということですが、砂糖醤油で煮付けにし、酒のつまみとしても楽しむそうです。